はい、今日は浴衣ルームウェア専門ブランドナナフがそごう横浜店幕開けショップにて初のリアル店舗での販売をスタートというニュースです。こちら合同会社ブランニューステップという会社があります。新しいプロダクトをして、国内外に、新商品新しい価値を提供しようということを目的に、経営されている会社のようですが、なんとこちらが、幕開けプロジェクト浴衣ルームウェアで素晴らしい成果を叩き出したということです。なんと30万円目標のところ1000万以上集めたという、素晴らしいですね。こちらのブランドが初めてのリアル店舗でこちらの商品を紹介すると、紹介する商品はこういう商品、現代の生活用服に照らし合わせた浴衣、着物、ルームウェア、バスローブといったところでしょうかね。はい、非常に見せ方がおしゃれでね、プロダクト自体も非常にこだわった素材でなされているようです。実際ホームページに行くとどうなるかというとこんな感じ、ドン、非常におしゃれですね。はい、浴衣ルームウェア見せ方も超おしゃれです、ドン。はい、こちらは普通の浴衣っぽい浴衣ルームウェアですね。こちらはなんと男性用、スト3回結ぶだけというのが、コンセプトのようですけど、浴衣的な バスローブ的なものを合わせてへこ帯的なものを結ぶだけという感じですね。はい、そちらにお羽織を羽織るとこんな感じ、羽織っていうか単然っていうかね、そんな感じですよね。はい、男性用の単然を合わせるとこんな感じ。はい、洒落てますね。ラインナップは2つあって、基地が若干違うようでですね、2種類あるようです。本来浴衣というのは肩びらということで、お湯上がりに汗取りで着られていたというような背景もありまして、用途としては非常に似てるのかなという。ただ浴衣という打ち出し方だと非常にこうジャパンテイストで、壁を感じるものになると思うんですが、非常にこう洋装タッチで外国でも受け入れられそうなテイストと、おしゃれな打ち出しが非常にこうセンスよく作り上げられてる感じです。はい、雑誌クレア贈り物バイブルにも掲載されましたと。素晴らしいですね、ナナフさん。ヒットのポイントとしてはおしゃれに見せてる、また素材ということもあると思うんですけど、新しくルームウェアとして、定義してプレゼンしてるあたりが非常にこうヒットのゆえんかなと。また女性のおはしょりなくくれるというのも、男性の着物のように、ね、合わせるだけというのもヒットの理由なのかなという気がします。いずれにせよこうね、打ち出し方が上手という感じがしますね。はい、羽織ガウン、丹前とか言わないわけですよね、へこ帯とか言わないわけですよね、なんつってんじゃん、外帯か。はい、この、付加価値を再定義するこの感覚ですよね、見せ方とかね、勉強になります。はい、今日は、幕開けで非常に評判のナナフさんの浴衣ルームウェアを紹介してみました。